どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。今回はイベントで開催されているコア試練、やってきます。とりあえずノーマルとハードの敵は全部倒し終わって、究極試練のとこまでやってきました。で今ここでハイスコア出そうとして頑張って、なんとランキング10位まで上り詰めることができました。内心自分でもここまで行くとは思ってなかったのでびっくりしたのですが、もうここまで来ちゃったならさらに高みを目指してやろうじゃないかということで。行こうと思います。それでは戦闘画面に移ります。というわけで現状ハイスコア出せたパーティがこちらですね。初手はゴロスの莫大なエネルギーの放出。ま、ペリガンのコアスキルで耐えるんですけど。でこれからこっちのターン、エネルギーを使うのはゴロス、ガロウ、深海王。深海王の追撃はガロウの方が火力高かったので後ろに配置してます。で一人だけ異質なメンバー混ざってると思うんですが、このメンズエステマンは通常攻撃で相手の防御力を 30% 下げることができ、火力 UP に貢献してくれるので入れてます。アシュラカブトってなんで通常攻撃の方が火力高いんですかね。でガロウの必殺使って1ターン目は終了。2ターン目も同様に行きます。で3ターン目に突入するんですが、敵ボロスは近づターンになると必殺技を打ってくるんですけど、ここでゲリガンがやられます。体内にある莫大なエネルギーの放出とはいかずあっけなくやられてしまいます。これによってエネルギーが毎ターン3つまでたまらなくなって、あとあと必殺技がたまに打てなくなってきます。4ターン目になってエネルギーが6までしかたまらなくなりました。毎ターンエネルギー6つ消費するのでここでダメージ量に差が出ます。ガロウの貧弱パンチ、そして6ターン目になると今度はゴロスがやられてしまいます。今自分が先制してるパーティだと前衛上2人がやられてしまうみたいです。ここも火力 UP のために後々変えなければいけません。そうやって10ターン経った結果、なんかスコア更新しましたが大体こんなダメージ量ですね。今回はランキング5に入るまでこのスコアを更新していきたい。それでは霊夢、頑張っていきます。というわけであれから試行錯誤を繰り返し、ついにランキング5位になることができました。スコア更新時のパーティはこんな感じです。え？パーティのどこが変わったかって？ぶっちゃけ何も変わっていません。何をしてんの？ですが配置は少しだけ変えました。ボロスが深海王の追撃要因となり、アシュラカブトが前衛に移りました。あとメンズエステマンなんですが、横同列のメンバーが同じ速度の時、上に配置した方が早く行動するので、一番上に配置してます。これでエステマンのデバフがかかった状態の敵を攻撃する回数が増えるというわけですね。あとアシュラカブトを前衛に配置したのは特性でダメージを反射できるからですね。これで少しだけダメージアップを期待しつつ、10ターン経った結果がこちら。前回はダメージ量が600万くらいでしたが、なんと800万近くまで伸ばすことができました。ダメージは乱数で決まるので、この総ダメージも上下することがありますが、これくらいのダメージを与えることができればランキング5位に入ることができます。というわけで目的も達成したことですし、今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。